皆さん、こんにちは。SEK 現役トレーダーの遠藤です。デイトレードの調子は皆さん、いかがでしょうか？デイトレード、エントリー、あと手仕舞いもそうですが、まず何よりも銘柄選定、こちらが重要となってきます。事前に注目した銘柄で、当日迎え、チャンスが来れば、しっかりと上昇、そして下落トレンドのものには、しっかりと押していくと。ここをですね、取っていく必要があるわけですけれども、皆さんどうですか？銘柄の方うまく見つけれてますでしょうか？もし、うまくデイトレ用の銘柄が見つけられない、難しいという方は、ぜひ、我々が今無料で皆さんにお送りしております、デイトレ専用注目銘柄を受け取ってください。まだ受け取ったことがないという方は、下に概要欄ありますので、こちらリンク先クリックしていただいて、メールアドレス、ご登録して受け取ってください。皆さんの参考にしていただければと思います。さて、今日の内容は、そのデイトレ専用銘柄、明日用ですね。4銘柄ほどありますので、こちらを一つ一つチャート解説をしていきたいと思います。最後まで見逃さずご視聴いただけましたら幸いです。では早速、一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目。1711 SDS ホールディングス。こちら、旧社名が省電車ですね。省電車の SDS というところになります。今日、ギャップアップスタートして売りに押される場面もありましたが、しっかりと買い戻されて着地。プラス12.42%。出来高は119万400株ということで、3月上げた時以来ですね。約1ヶ月ぶりにトレンドが上方向に戻ってきたということになります。4月の高値ということですね。そして3月の高値を捉えに行くかどうか。今日の高値どころ、上髭は5場です。1時41分に568円をつけております。そして明日は商い伴いながら上げていくかどうか。こちらに注目をして見ていきましょう。2つ目、9532。大阪ガスです。こちらは今日の朝ですね、前場デイトレ生配信会員様向けに行いましたけれども、その時に出していただいた銘柄となります。ギャップアップスタートして、陰線出す場面もありましたが、この銘柄も強かったですね。一段上げて着地。プラス4.83%。出来高も入りましたね。298万3600株。今日は3562円が今日つけた高値で、大引けにかけて、その後ですね、高値更新してからじわ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 こう売りに押されて着地をいたしました。今日の上髭を明日消化する強さを見せるかどうか、年初来高値更新ということで、もう一段上げていくかどうか注目をして、大阪ガス、日経平均採用銘柄見ていきましょう。そして3銘柄目です。9531東京ガス。こちらは今日注目をして見ていた銘柄となります。ギャップアップスタートして、今日は寄りがですね、9時4000円となりまして、さらに一段加速していきましたね。今日つけた高値が朝です。9時3分、4124円をつけております。上にややヒゲの長い状態で着地をしておりますが、今日のこのヒゲをですね、消化する強さがあれば、大ガス同様買い戦略ということで見ていきます。なお、この9531東京ガス、9532先ほどお伝えしました大阪ガス、どちらもですね、窓を開けているんですね。で、開けた窓を埋める売り物も入る可能性もありますので、どちらの銘柄もですね、東ガスも大ガスも今日の安値をもし割ることがあれば、買いは当然ながら控えていただくと。しかしながら、開けた窓を埋めに動く習性もありますので、大ガス、等ガス、いずれも短期的な売り戦略というのは可となります。ですので、先ほど2つ目で9532大阪ガス、今3つ目、9531東京ガスにつきましても、買いメインですけれども、一応空売りも可ということで、メインシナリオは買い、サブシナリオは売りと、空売りということで見ていただければと思います。そして最後、4つ目、5253、株
カバーです。また再び出していきます。今、安値県ですね。4月、安値どころをずっと揉んでおります。今日はマイナス2.42%。まあ、場中値動きはそれほど荒くはありません。まあ、商いはしっかりと入っております。217万9800株。まあ、つまりこの銘柄を安いから今のうち買っておこう。まあ、買ってちょっと上げたところに売り差し値を入れておこうといった動きも見られております。まあ、2000円どころ、古板見ると熱い売り差しが入っておりますけれども、この銘柄に関しては買いは×です。流れ、トレンドで見ると、ダウントレンドが継続中ということになりますので、まあ、4月のですね、安値を割り込んだらが一番良いですけれども、まあ、デイトレードということで、今日安2時10分につけました、1850円を明日割り込むことがあれば、まあ、直近4月の安値、さらにもう一段下げというふうに見ることが可能となりますので、カバーに関しましては、まあ、空売り1本でこれを見ていただくと。で、場中値動き、大きくはないと先ほどお伝えしました。まあ、例えば1分で見るとですね、このような形になります。まあ、特に朝、激しく動きますので、あとまあ5倍よりも激しく動きますので、朝の動きですね、しっかりと見極めていただきながら、まあ、トレード、チャンスが来たら狙うと、こういうスタンスで見るようにしていただきたいと思います。以上、4銘柄となります。なお、今日、決算発表銘柄、まあ、例えば6594のニデック、決算発表、今日3時15分迎えました。ニデックの今期純利32%増ということですね。まあ、過去最高益ということで出ております。しかしながら、市場コンセンサスは下回った結果で着地をしております。まあ、これは明日どう見るかですね。ギャップアップスタートすることもあれば、まあ、ギャップダウンでスタートすることもあります。もし市場がですね、ギャップアップ買い物優勢で上げてスタートした場合には、売りも買となりますし、また同様にですね、決算発表、今日2時半でしょうかね、やりましたオービック、まあ、OBC 出ております。4733、こちらは明日、まあ、今日良かったですからね、ポジティブサプライズ的なもの、内容出ていましたので、ギャップアップしたら、開けた窓埋めの売りという選択肢もあるということで、まあ、6594、4733、いずれもですね、買いは難しいので、どちらもですね、窓を開けたら売りという選択肢、まあ、特に OBC、オービックビジネスコンサルタントに関しましては、まあ、例えば下げてからも売りも一応買となっておりますので、選択肢の一つとして見ることも可となりますことを覚えていただければと思います。明日用として見ている銘柄は4銘柄。まあ、それに加えて、今日決算発表の2銘柄。まあ、明日の寄りの気配での状態ですね。寄り前の状態見て判断ということで。明日もエントリーポイント、しっかりと見極めていただきながら、無理のないトレードを行っていきましょう。この動画の内容が参考になったという方は、ぜひいいねボタン一度押してください。チャンネル登録まだ行っていないという方は、チャンネル登録一度ポチッと押してください。そして、YouTube のコメント欄ありますので、もしこの動画どうだったのか、まあ、参考になった、役に立った、あとまあコメントですね、いただけたらと思います。特にこんな内容の動画を撮ってほしいというのがありましたら、そちらもですね、コメント欄に一言いただければと思います。そして最初にお伝えしました、翌日用のデイトレード専用注目銘柄。まだ受け取っていない、今日初めて動画を見たという方がいらっしゃいましたら、ぜひ下にあります概要欄クリックしていただいて、ご登録して受け取ってください。無料にて皆さんにお送りしているものになります。一度ご登録いただきますと、あとは毎日皆さんにお送りしますので、こちらも楽しみにしていただきながら、デイトレの参考にしてください。今日の内容は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日も頑張っていきましょう。では、失礼します。